はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。〇〇を2週間やめたら劇的に腸内環境が整って、お肌も綺麗になって、メンタルも整うということについてやっていきたいと思います。佐藤先生もこれ今実践中ですね。これ前もいっぱい言ってたんですけども、実際のところ何かっていうと、グルテンでございます。グルテンってちなみにどんな食材が出られますか？小麦ですね。パン、それからうどん、こういった粉物ですね。パスタとかケーキとかって話になるんですけども、前石黒先生とのコラボでグルテンというのを週に2回ぐらいに抑えましょうねっていう話をしてたんですが、まあ正直なところ私外食が非常に多くて、外食でグルテンを控えるとなかなかこう人との付き合いが悪くなってしまいますので。確かに食べれるものって、例えばもうお寿司とかですね、日本食ですね、和食になるんで、これはもう慣れてきます。すごく大切なのがグルテンがあることによって、やっぱ腸内が炎症が起こりやすい。グルテンのタンパク自体が腸から入って、このグルテンっていうのが腸内細菌が分解できない、でこのパイエル板っていうリンパが働いちゃうんですね。そうするとそこで炎症が起こってしまう。1週間に2回ぐらいだったら問題はないんですけども、やっぱうちのインストラクターでグルテンフリーにした人間がいて、近くでもグルテンフリーが何人かいたんですけども、やっぱりお肌が綺麗になる。腸が整う、腸が整うことでお肌が綺麗になって、それから食事も絶対にパンが大好きでやめれないって言ってた人間が、やめちゃったらパン欲求なくなるんですね。で食べてるから中毒になって、そう、食べてるから中毒になって、そうなんです。そう、僕も YouTube でやった手前、そっから週2を厳密にするようになる。まあ今1回ぐらいです、週2、どうしても高いケーキとかあったらご褒美なの取ってもいいっていう感じにしているんですけども、何が変わったって、オリゴ糖、オリゴ糖を取ってると便がすごく水に浮くっていう、こう柔らかくなって調子が良くなるんですよ。便秘気味がなくなるんですね。だけど便がやっぱ若干僕おなら臭くて、家族にトイレとか臭いって言われてたので、やっぱ腸がいまいち炎症が取れてないなっていうのがあったんですね。オリゴ糖を取ってると柔らかくはなるんですけども、ちょっと匂いがまだ残ってたんですね。前よりはだいぶ良くなったんですよ。だけど最近ね、オリゴ糖を取らなくても便が水に浮くようになって匂いも良くなったんですよ。だから腸内細菌がやっぱり良くなってきてる。グルテンと腸内環境ってすごい密接に関係してる。密接に関係してますね。そしてやっぱ最初は小麦欲っていうのが大きいんです。中毒になってる感じがあって、あとコーヒー中毒もあるんですけども、1日僕6杯7杯飲んでたんですけども、実はコーヒーもそんなに欲求が少なくなる。食自体に対してのその強い、どうしてもこれ食べたいっていうのがなくなって、選択肢もちょっと狭くなってくるじゃないですか。そうすると同じものを結構食べるってことはないので、和菓子があるとちょっと取るっていうぐらいの感じでやっていくと、まあタイ料理とかも食べれますし、和菓子もですね、もなかね、もなかってあれグルテン入ってないんだね、知らなかったんですけど、変わってね、あれもち粉にコーンスターチなんですよ。あ、そうなんですか。もなかは OK ですからね。まんじゅうももなかも、あ、まんじゅうはダメか、お餅ですね。だから大福餅とかそういったものに関しては OK なんで、だからそういったものを食べるようにすると機会がちょっとだいぶ減るのと、甘いものの欲求の機会が減るようになるし、甘いもの食べていけないっていう禁止感もありませんので、そうすると本当僕パスタも大好きで、すごくそういった美味しいものに関しては自分で許可してたんですけども、その欲求は減りましたね、すごく。じゃあ全体的に食生活がグルテン控えるだけでも健康に、健康になりますよ。で体が軽くなるし、実際のところ結構ね、炭水化物抜きの人たちって体すごく軽くなるんです。グルテン取ってるだけだと思うんですね。なのでグルテンとにかく2週間やめていただいて、体の調子を見ていただくと、グルテン欲求がなくなってきますので、そうすると食べ物に関しても過剰な欲求は多分なくなると思います。結構無理して食べるぐらいなんですけども、体重はやっぱりちょっと1キロ半ぐらい減りましたね。1キロ半ぐらい減ったと思います。本当に米類だけを食べて、要するに和食ですね、和食を中心に食べていると本当にお肌も綺麗になりますし、すごく欲求も減ってきますし、過剰な欲求がね減ってきますし、ちゃんと食べれるし、なんかいいことしかないような気がしますね。特に日本人に戻る感じがすごくしていて、やっぱ日本って素晴らしいなっていうのはすごくあります。うどんぐらいですもんね、そばも10割のもの、やっぱり美味しい、もう本当に高いもの、あ、特に食べていい小麦があるんですよ。そう、どうしても食べた
い人用もあるんですか？ありますあります。古代小麦ですね。スペルト小麦っていうのがあって。そんな小麦があるんですね。それもともとその品種改良で今実が大きくなるようにできてたのが今の小麦なので、品種改良される前のスペルト小麦っていうのがあって、昔の古代小麦っていうのを検索してもらうと出てくると思いますので、そういったパスタなんかもちょっと高いんですけども売っている。だからご褒美としてそういったものっていうのを取るっていうのもすごくいいかなというふうに思っていて、とにかく安いのやめていきましょうって話ですね。なるほど、うん、だから本当に安いものは全然食べる気がしない。いわゆるコンビニのパスタとかコンビニのスナック菓子とか、うん、ジャンキーフードは全然食べる気がしなくなりましたね。なるほど、うん、本当に小麦取るんだったらもう高級なもの、高級なものだけを取ってご褒美なんで、ケーキとステーキはご褒美、肉は食べますけどね。でも肉って言ったってそんなに週に 5,6 回も食べないので、ケーキと、まあ特にあれもやめてますね、ソーセージや加工肉、加工赤肉、赤い肉というのはできるだけやめるようにして、そういったものをすることによって体って結構ね、とにかく便が軽くなって沈まなくなって匂いがあんまりなくなるっていうのはやっぱりねすごく大切かなと思います。匂いもしなくなってきていますので、ぜひね皆さんもね一回試してください。もう小麦中毒の人も試してください。時々食べるとめちゃくちゃうまいんですけども、これもねやってるうちにね、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまいって言ってやってるうちに結構その欲求が減ってくる感じがあります。とにかく肌が綺麗になりやすくなりますから、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね質問やご意見などありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。